ハレルヤホサナ聖菓隊の力強い賛美感謝いたしますまたヘプシバ賛美地位にも心から感謝いたします今日はニューヨークエバグリーン協会の創立37周年記念礼拝となっています1984年ですね1984年に教会を建てられました 賛美をしたように、この教会は岩の上に建てた教会であります。また16六章、1六節以下を見ると書いていますね。この岩の上に建てた教会は、黄泉の力もそれに打ち勝つことはできないと語っています。礼拝の前に長老さんたちと一緒に話したんですけれども、この37年間、 数多くの人がこの教会に訪問してまた出て行った人もいますしまた今ここに残っている方もいるということを聞きました多くの人が行っ,てきた,り行ったり来たりしてたんですけれども神様はそのすててを知っておられます神様はこの教会を建てる時にその時ある人がどのような人が来るのかまたどのような人が来て最後まで残るのかを全て知っておられるわけです そして、その教会の主人である皆さん、信徒一人一人、その人のために、この教会を、えー、建ててくださいました。私たちのために与えられた教会です。ですので、どれほど感謝でしょう。私たち皆さん一人一人に、えー、信仰を与え、そして私たちに必要な教会をこのように建ててくださったわけです。 その神様の恵みと愛、どれほど感謝なことでしょうか私たちは本当に感謝しかないわけです。この世の中で光のある酒どころ、この教会を私たちに与えてくださり、恵みをくださり、御言葉をくださって、救いを与えてくださった神様に、いつも神様の前に感謝を捧げる皆さんとなることを、主の皆をもって祝福いたします。今日私は エペソビトへの手紙5章29節から32節の御言葉を通してこの奥義は大きいという題名で御言葉を語りたいと思います。この奥義は大きい。このニューヨークの私たちの教会は37年に経ちましたけれども全世界には1つの教会があります。同じ教会ですね。その教会はどれほど歴史があるのかというと 6135年経った教会です。アダムの時から今までこの教会を導いてくださいましたね。アダムは BC4114 年に生まれました。そしてカインとアベルがエデンのその前で神様の前に礼拝を捧げました。その時始まった教会が今までに至っているわけですね。その根元、 の木から出た一つであるわけですね一つの教会なわけですですすからこの6115年の教会これから継続して導いてくださるでしょう最後の主の再臨の時まで勝利する教会として私たちを守ってくださることを皆さん信じてくださいですからこの教会はそれほど重要なわけです今日私はこの教会の重要性について見てみて、えー 語りたいいと思います今日の本文を見るとキリストのの教会の関係についいてて語っていますキリストと教会の関係その関係について語りながらこの奥義は秘密は大きいと語っていますねこの秘密という言葉奥義という言葉が多く聖書に出てきますけれどもそれはとても重要な内容を語る時に使われました例えば殺さえ人への手紙2章2節を見ると神様の奥義は 神様の秘密はイエス・キリストであると語っています。神の奥義なるキリストと語っていますね。また、第一コリント15章51節を見ると、私はあなた方に奥義を告げようと、それは私たちが眠り続けるのではなく、最後のラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられると、変化すると語っています。 死ぬ,もの死ぬ姿ではなく体ではなく永遠に生きる体として変えられると語っていますねその他にも殺さサイ一装を見ても記録されています救いの経理の奥義だと語っていますね神様はこの人類を救われることあがなわれることが聖書の内容でありますその救いをどのようにして行われるのかを神様は奥義だと語られました そしてその奥義を教会を通して明らかにされると語られました聖書は何について語っていますかと誰が聞くとするならばどう,しどうやって答えますか聖書は何ですかとどのような本ですかどのような内容ですかと聞くと皆さんは何と答えるべきでしょう一言で言うと神様が堕落した人間をイエス・キリストを通して救われる内容であると言えますイエス・キリストを通して 私たち堕落した人間を贖がなわれることイエス・キリストを通して救われるわけです。それが聖書の内容です。その聖書の内容、その奥義があるんですけれども、この際一章二十七節を見るとあなた方の中にあるキリストであると語っていますね。あなた方のうちにいますキリストであると。それが奥義だと語っています。私たちにある教会私たちのあるキリストは教会であります。 ですから今日の本文で教会について奥義だと語っておられるわけですけれどもいろいろな秘密奥義がありますけれどもその奥義が大きいというのは今日の本文だけ記録されていますキリストとその教会の関係についてのその奥義がとても深く重要なものであることを聖書は語っているわけです、えー、今日私はその内容について見てみます見たいと思いますまず教会は何でしょうか 教会はギリシャ語でエクレシアと言います。エクレシア。このエクレシアという意味は何々から呼び寄せたという意味です。呼んできたと。ですから呼ばれて集まった、その集まりが教会なわけですね。堕落した世の中から選ばれた信徒を呼んで集めた場所が教会だということです。そしてこの教会は 世の中から分離されて、主をまず先に出会う場所であります。主に出会う場所が教会です。もう一度言います。世の中から選ばれて、出てきて、主に先に出会う場所。それが教会です。それは出会うということが重要なキーワードですね。主に出会う場所です。主に出会う場所 そして先に出会うわけです。世の中の人よりも私たちがまず先に出会うわけです。教会はキリストの、えー、妻だと語っていますね。教会は世の中から出てきた者たちの集まる場所ですけれども、それがキリストの神父であると語っています。えー 1 2の乙女の例えもありますけれども、1 2の乙女の中で5、えー、人の乙女は余裕のある油を準備しましたけれども、残りの5人は、えー、準備できていませんでしたよね。資料深い女たちだけが、えー、その新郎を迎えたわけですけれども、マタイ25章6節を見ると、何と語っていますか。 えー、夜中にさあ花向こうだと、迎えに出てきなさいと語りました。その声を聞いて起きて、それぞれ明かりを整えたと語っていますね。ここで、えー、出てきなさい、迎えに出なさいという単語がギリシャ語でアペンテシスという単語です。迎えに出てきなさいというのがヘブルあギリシャ語でアペンテシスという単語です。このアペンテシスという意味は 昔の古代ギリシャやローマ時代の、えー、ある町、都市があるんですけれども、その、えー、王がですね、えー、その都市に、町に入っていくときに、指導者たちが、その町の指導者たちが、えー、その、えー、王を迎えるために外に出ていって、まず先にその王に出会って、その方を、 迎え入れてその街の中に入っていくわけですね。それがこのアペンテシスという単語の意味であります。それが教会なわけです、皆さん。まず先に王に出会う場所、王に出会うところ、まず先に主に出会う場所、そして主と共に迎え入れて世の中に入っていくのが教会であります。それが教会の使命なわけです。今 こ10人の乙女の中で5人の乙女がそのような働きをしたわけです。その婚姻の催しの中にですね、結婚式の中で多くの人がいますけれども、この資料深い5人の女がですね、その花婿をまず先に迎え入れたわけです。それが教会の使命です、皆さん。では、世の終わりの時主の再臨も同じ順序で。 なされると聖書では語っていますよくしておられるように第1テサロニケ4章16節から17節を見ると再臨について記録されていますけれども主が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられるとその時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえりそれから生き残っている私たちが彼らと共に 雲にに包まれれて引き上げられ空中で主に会いこううしてていいいつも主とと共にいるであろうと語っていますねここを見ると生きている信徒も全て雲の中に挙げられるわけです。そして主に出会うと語っていますよね。ここの主に出会うというのがこのアペンテシスという単語の意味であります。多くの教会はこの聖書の箇所を見てですね 色々な解釈をしますここを見るとまず先に雲,雲が主に出会う場所でありますね。その次どうのようになるんですかそれについて一致する見解ではなくいろいろな教会のその系列によってあらゆる解釈があります。改革主義の教会であったりまた福音主義であったりいろいろなその系列によってこの御言葉を 解釈するその違いがある,んですけれどもある人は7年の大観覧の前に行われると語る人がいます。今日の表を見てみると最後の時世の終わりには7年の大きな困難が来ると語っていますよね。 この五純説、パンテコステやまた福音主義の人たちは7年の大観覧の前に、主、えー、が再臨されて、雲に上げられて出会うと、そして天に登ると語ります。主が空中に来て人々を雲に呼び寄せて、その信徒と共に天に登ると語っています。それを 軽挙と言いますね。天に登ること、軽挙と言います。そして第7年の大観覧が起こってからもう一度主が再臨されると語ります。その時に審判を行われると語るんですね。それがこの純福音だってあたり、五純節ペンテコステの系列の解釈であります。しかし聖書ではどこにも主が 2回再臨するという記録はありません。では、長老教改革主義者の見解は何かというと、この第しテサロニケの御言葉は大観覧の後に起こるということを語ります。ここではなく、終わりの時、最後ですね。 7年の苦難の次に再臨が起こると語るわけです。そしてこの時に人々が、信徒が、雲に登り、主に出会ってから、主と共にもう一度世の中に来るわけです。ですから、この迎え入れるアペンテシスという単語を語りましたけれども、先ほど言いましたよね、王が来るときにまず先に出て行って、出迎えること。 そしてまた街の中に入ることなんです。その単語がアペンテシスという単語が記録されているわけですね。ですから、神道がまず先に主に出会って、その次にもう一度世の中に来て、主は裁,判を,裁,判,を裁判,審判をされます。私たちは主の見つかりとして、主と共にその裁きの働きに預かるわけですね。共に行うわけです。では、 なぜこの解釈が合っているかというとまず主の再臨は苦難の次に来るというのが聖書の見言葉であります。マタイ24章を見ると、えー、世の終わりの章といいますね。週末の章だと語ります。週末の本だと語るんですけれどもイエス様は、えー、イエス様に弟子たちは語りましたよね。世の終わりの時どのようなことが起こるのですかと語ると。 マタイ24章4節からイエス様が答えてくださいました。そして24章4節から14節の御言葉を見るとあ、いろいろな苦難が起こることを語りましたね。語ってくださいました。地震であったり、戦争であったり、飢饉であったり、いろいろなものが起こると。そして15節に、預言者ダニエルによって言われた荒らす、憎むべきものが、 聖なる場所に立つのを見たならば、読者を悟れと語りました。その時が終わりだと語られましたね。では、この聖なる場所に立つ者、あらすにむべき者とは誰かというと、敵キリストを意味しています。この敵キキリストが聖なる場所に立つならば、その時は世の終わりだと悟りなさいと語,るわけ語,りなす語っているわけですね。山に登りなさいと語りましたよね。山へ逃げなさいと。 そして21節を見るとその時には世の初めから現在に至るまでかつてなく今後もないような大きな困難が起こるからであると語っていますねとても苦しい困難が来ると苦難が来ると語っていますそれが後3年半の見業でありますそしてその次に語っておられるのが その苦難の次に苦難の後にたちまち日は暗くなり月はその光を放つことをやめ星は空から落ちて天体は揺る動かされるとその時人の子の印が天に現れるであろうとそしてその時に地のすべての民族は嘆きその力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを見るであろうと語っていますその時にと語っていますその時といつですか 苦難の次に、患難の後にと語っています。苦難の後に。大きな患難の後に人の子が来ると語っています。聖書には詳しく記録,記録されているわけです。苦難の前ではなく苦難の後に来るわけです。ですから、もう一度語りますけれども、この地に7年の大患難のうちにですね、中間に敵キリストが来るわけです。精に 聖なる場所に立つわけです。そして礼拝をなくし、御言葉を語られないように妨げるわけですね。その時から後3年半が来るわけです。ですから、前3年半も大観難に含まれてはいますけれども、後の3年半にはもっと大きな,大きな苦難が来るということですね。 その後に主が再臨されて審判をされるわけです。そして私たちは主に出会って主,にまた主と共に裁くことをするわけです。黙示録19章、11説を見ると「えー、見よと」と、えー「天が開かれそこに白い馬がいた」それに乗っている方は忠実で真実なものと呼ばれ木によって裁きまた戦う方であると語っています。 主が再臨されて行うことは、義によって裁き、また戦うことであると語っていますね。その時14節を見ると、天の軍勢が純白で白で汚れのない天、えー、布の衣を着て白い馬に乗って彼に従うと語っています。これがキリストの神父であります。私たちが行うことなんですね。この私たちが彼らと共に 神様と共に裁きを行うと語っているわけです。これが再臨の時に行われる働きであります。同じなんですね。今も再臨の時も同じように、まず先に世の終わりの時は雲の中であるわけです。では私たちは主が雲に乗って来られるからと。皆さん聞いたことがある見言葉だと思います。ならば、本当に天にここに、天にある 空にある雲に乗って来られるんでしょうかそれともまた他の意味があるのでしょうか皆さん考えてみるべきだと思います。主が雲に乗って来られるという予言は最初どこに出るかというとダニエルに記録されていますダニエル書に。旧約のダニエル7章13節を見ると、えー 私はまた夜の幻のうちに見ていると見よ人の子のようなものが天の雲に乗ってきてと語っていますね人の子のようなものが天の雲に乗ってきてそして火の置いたるもののもとに来ると語っていますイエス様がこの地に来られましたイエスキリストが自分自身について語るときにいつも用いられた単語は何かというと人の子という単語でした ご自身を紹介されるときに人の子がと語るんですね、人の子がと。いつも自分自身を人の子と言われました。この全ての神学者はこの人の子について、人の子ということについて、同じように全ての神学者がこれはダニエルの語ったえ内容を引用していると語ります。イエス様は自分自分身を人の子という時に 私がダニエルが予言した人の子であるということを語るために語られた内容だと多くの神学者が同意するわけですね。では、イエス様がダニエルが予言したその人の子であるならば、予言の通り雲に乗ってくるわけですよね。来るべきだったわけですよね。皆さん。ここにダニエル書いています。人の子が雲に乗ってくると。 しかし書林の時イエス様がこの地に来られる時に、雲に乗って来られましたか雲に乗って来られませんでしたね。どういうことでしょうかですから、イスラエルの人々がおかしいと言うんです。あの人の子が車に乗ってあ、雲に乗ってくると語っているのに、なぜ人の子だというのかと。ダニエルの予言がおかしいんですかそれともイエス・キリストがおかしいんですか皆さん。 考えてみるべきですね聖書で雲というのは何を意味しているのか雲に乗ってくるというのはどういうことなのかを私たちはしっかりと理解しなければいけません雲というものは神様の臨在を意味していますしかしまた他の象徴をする意味もありますこの雲というのはどういうものでしょうかどうやって作られるんですか この世の中にある海であったり、湖であったり、その水をですね、水が太陽の光を受けて、その水分が蒸発します。蒸発して集まったものが雲なわけですね。ですからえ天にある天にある水であります。綺麗な水です。この世の中の水はえ汚染されているわけですけれども、蒸発したえ水というものは 綺麗なものであります黙示録17章15節を見ると、この地にある、えー、その水というものは、えー、どういうものかと、あなたの見た水、すなわち、ンプの座っているところはあらゆる民、あらゆる民族、群衆、国民、国語であると語っていますね。黙示録17章15節を見ると、この世の中の水というのは堕落した人間を意味しているわけです。 堕落しているこの世の中に住む者一人一人しかしそのイエス・キリストの御言葉イエス・キリストの光を受けて救いを受けて私たちは新たにされました天の市民権を得た信徒となりましたそれが雲なわけです皆さん雲信徒の集まりが雲なわけです皆さんですから雲が 先に主に出会う場所でしたよね。ですからそれは教会であります。教会がまず先にイエス・キリストに出会う場所であります。例えばユダ書12節を見ると、12節を見ると、彼らはあなた方の愛さんに加わるが、それをけがし、無遠慮に宴会に同席して自分の腹を肥やしている。彼らはいわば風に吹き回される水なき雲。 実ららないい枯れれ果てててて抜き捨てられた秋の木だと語っていますここを見ると水なき雲と語っていますね。教会の中に偽物がいるということです。偽物悪いものがいると。この、えー、愛さんですね、愛さん。愛する者たちが食事をすること、愛さんです。教会で礼拝をし、また愛さん会をしますけれども、その 愛さんの,と,のちところにですね、誰がいるんですか水なき雲がいると。ですから、これは何かというと、えー、外見では雲に見えるんですけれども、水がないわけですね。信徒のように見えても、それは偽物だと。そういう人が来るから気をつけなさいと語っているわけです。ですから、ここでも雲は人を意味しているわけですね、人。信徒のことを雲と語っているわけです。 同じように、震源25章14節を見ても書いています。震源25章14節を見ても、贈り物をすると偽って誇る人は雨のない雲と風のようだと。偽物、嘘をつくものを雲だと語っていますね。雨のない雲だと。また、ヨハネの目視録1章7節を見ると、彼は雲に乗って来られると語っています。英語で見ると、 with the cloud と書いてますね。雲と共に来ると語っています。雲たちと共にと語っていますね。しかし、ユダ書14節を見ると、エノクは語っていますね。見よと、主は無数の生徒たちを率いて来られたと語っています。目視録では、雲と共に来ると語りましたけれども、 ユダ書では多くの生徒たち聖なる信徒たちと共に来ると語っているわけですね同じように雲を信と人と語っているわけですまたヘブル12章一節を見てもこういうわけで私たちはこのような多くの商人に雲のように囲まれていると雲のような 証人であると語っていますねこれは何誰かというとヘブル11章に記録されている信仰の持ち主たちアベルエノクノアアブラハムモーセすべての預言者その信仰のあるもの,に語ってものについて語っていますけれども彼らのことをその多くの証人に雲のように囲まれていると語っているわけですその人たちを皆雲だと語っているわけですね このヘブル12章の御言葉を読んでみると、22節から23節の御言葉を見るとですね、あなた方に近づいているのは、初代教会の信徒に向かって、あなた方に近づいているのは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の教会である、祝会であると、語ってますねまた天に登録されている長子たちの教会だと。 ですから、この教会にはもうすでに天に昇っている信徒もいますし、今この世にいる信徒もいるわけです。その雲に含まれている者たちなんですね。感謝なことです、皆さん。皆さん、私たちは、私たちの教会は37周年ですけれども、私たちの教会は6135年経っている教会であります。 私たちと共に私たちを囲んでいる雲であると語っているわけです。共に神様に栄光を表しているわけですね。その中に私たちが含まれているということをどれほど感謝なことですか大きな栄光であります。それが雲なんですね。この教会が雲のような教会にならなければいけません。イエス様もこの地に来られたとき、書林のときに 雲に乗ってこられましたね。雲は何ですか神徒の姿です。イエス様も神徒として来られたわけです。パプテスマのヨハネのところに行って洗礼を受けられましたよね、パプテスマを。ルカ21章27節を見ると、その時、人の子が雲に乗ってくるのを見るであろうと語っています。英語を見ると、ギリシャ語も同じです。 ここを見ると、coming in a c l o u d a 一つ、単数ですね。一つの雲と語っているわけです。しかし、他の場所では、クラウスと、複数形で語られています。では、なぜ、雲なのに、単数形もあれば、複数形もあるんでしょうか。まずは、一つの雲として来られました。ナザレのイエス、一人として来られたわけです。 そしてイエス・キリストはこの地に来られて行われたことは何かというとイエス様は世界選挙をされましたかイスラエルの外に出たこともありません世界選挙をしたわけじゃないんですねイエス様がこの地に来られて行われたことは何かというと弟子たちを選び教会を立てることでしたその弟子たちをイエス・キリストのような雲として 作り上げてくださったわけですね。新たにされて、救いを受けて、聖なるものとして作り上げてくださったわけです。ですから、精霊が宿った時にはどうなりましたか弟子たちが本当に雲のように力を得て出ていきましたね。イエス様はその時何と語られましたかイエス様はその時に手に登られたわけです。 弟子たちが準備,された時準備できた時に天に登られたわけですね。その姿も何とかたっていますか使徒行伝一章9節を見ると、こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなったと語っていますね。イエス様が見えなくなりました。雲に隠れてと語っていますね。これはどういうことかというと、 世の中に世の,世の,外,の外の世の中は雲だけ見えるわけです。雲の中にあるイエス様は見ることはできません。しかし、私たちは雲の中で主に出会うため、私たちは見ることができます。その人を知っています。私たちの中におられるために私たちは知っているわけです。しかし、世の中はその雲しか見ていないわけですね。ですから、天に登られてからは誰が選挙世界宣教しましたか弟子たちです。 弟子たちが世界に出て行って福音を伝えて主の御心を語りました。使徒行伝を見るとそれが主が行われたことだと語っています。人が行ったのではなく主が行われたと。しかし世の中の人はどうですか教会しか見えませんよね。弟子たちしか見えません。雲だけしか見えないわけです。その中にある主は見ることはできません。 初林の時も同じですけれども、再臨の時も同じなわけです。初林は再臨の影であります。鏡です。皆さん、この御言葉を深く考えてみてください。この内容をしっかりと悟る皆さんとなることをしのめ見なまら祝福します。結論です。雲は樹肉を意味しています。インカネーションです。一つの雲も 呪肉であり多くの雲も呪肉でありますイエス様は一人としてこの地に来られましたしかし世界宣教をなすためには多くの雲を用いられました数多くの神徒を弟子たちを通して教会を通して働かれたわけですしかしそれが主の働きだと語っています世の終わりも同じです私たちを通して 皆さんを通して世界選挙をなされるわけです。それが主の働きです。初輪の時に行われたように、最後の時、世の終わりの時にも同じです。ですから私たちがこれから誠の雲とならなければいけません。御言葉を受けて、そして新たにされて、世の中のすべての不純物を捨てて、純粋な主の姿を受けて、 誠の,そのその御心を成していく雲のような教会となり神様の前に栄光を表す皆さんとなることを主の目ら持って祝福いたします祈ります愛する地なる神様感謝いたします37年前この教会を建ててくださりまた私たちを選びまたここに集めてくださり 今日も礼拝を捧げることができるよう導かれたことを感謝いたします。父なる神様、このニューヨークエバグリーン協会が雲のような教会となるよう祝福してください。そのためには、一人一人、御言葉をしっかりと受けて、また新たにされて、主の形にかた,られかたどったものとして成長することができるよう導いてください。一人一人が神様の前に従順して歩むものとして、 用いいいられるよう導いてください世の中が私たちを見る時に主の栄光を見ることができますように私たちは足りないものでありますけれども神様が私たちを強めてくださり私たち信徒一人一人を通して神様の栄光が表されるようどうか祝福してくださいこの教会を祝福し岩の上に建てられた教会として黄泉の力がはびこることなくこの 暗いいい世のの中に誠の光を示す教会として建てて建られるよう導いてください私たちを呼び数多くの承認とともに私たちを雲として導かれた祝福と栄光を与えてくださったことに心から感謝いたします。いつもどんな苦しみや悩みがあったとしても感謝を持って歩む信徒となりますように。 また、どんな苦難や困難、困難、問題があっても、信仰によって勝利することができるように導いてください。また、家庭と職場、すべての場所に神様の恵みと祝福が満たされるよう導いてください。すべてを感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン